はい、皆さんこんにちは。今回は聞かされた、有名人のうち実業家についてです。で、こちらですね、 ABC マート、靴屋さんのイメージが私強いんですけど、他の衣料品等も扱っておるようで、靴屋衣料品チェーン店ということ で、こちらの靴屋さんはですね、私は足が大きい方なので、大きい靴が比較的安く売っておりますので、このお店でよく買ったりとかしまして、自分としては大変ありがたいお店だと思っております。で、こちらですね、いろんなショッピングモールやですね、いろんなテナントの中にたくさん、店舗を展開されております会社です。で、こちらについて、確認いたしまして、 ABC マートとはですね、靴や衣料品のチェーン店ということで、創業者はこの三木正弘さんという方 で、こちらですね、日本の富豪の、10人に入る方だそうです。2017年時点ですけど、この方で三木正弘さん、 ABC マート創業者ということです。すごいです、4000億以上の資産を持たれております。で、こちら、ABC マートのホームページです。で、三木さんについて確認しますと、この、英語版のウィキペディアには生年月日が載っておりまして、翻訳すると1955年7月26日生まれということ で、1955年は昭和30年ですので、昭和30年7月26日ということで、官報で確認しました。昭和63年7月23日の官報に載っておりました。ここら辺に載ってるんですけど、で、電子版で拡大ということで、これですね、東京都新宿区ということで、三木正弘さんは京正弘さんということで、京正弘さんが、帰化された方ということ で、生年月日が昭和30年7月26日です。で、先ほどのこれですね、昭和30年7月26日ということで、生年月日と名前が一致しておりますので、こちらですね、三木正弘さん、ご本人であることが確認できました。京さんですね、京正弘さんが三木正弘さんのことです。で、帰化された方であることが分かりました。で、日本のこの、トップ10に入る富豪の方が、帰化された方であることが確認できました。で、トップ10ということで、他の方々についてもこれからどんどん確認していきまして、ご報告したいと思います。で、いろいろいろんな企業について言われてるんですけど、例えばですね、 ABC マートが異常な社員酷使でということで、社員を酷使しているというようなこのニュースが出たりもしますが、今韓国と日本が仲が悪いかのようにメディアで報道されますが、そういうところが広がりますと、こういう結果になってしまうというふうに自分は感じております。経営者の方やですね、名士の方が日本では多いですので、仲が悪くなりますと我々にこのそのまま跳ね返ってきますので、仲は悪くなってはいけないと思いますし、またメディアの方で仲が悪いように報道するのも実際はどうなのかと、何が目的なのかというところも、自分はこの不審に思っておりますので、そういうところも今後確認していければいいかと思います。で、今回はですね、こちらですね、 ABC マートについて、確認いたしました。また、次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。